皆様こんにちは、ゆめです。今日は小樽旅行で一泊したホテルノルド小樽の詳細と、あと人気があるホテルノルド様の朝食ですね、あと購入したお土産の動画になってます。ホテルノルド小樽は一級から予約をしました。とにかくリッチがすごく良かったですね。駅からも徒歩圏内ですけれども、小樽の観光の中心地にもありますし、もうどこへ移動するにもちょっとホテルで一旦休憩してから移動しようかっていうことができましたので、やはり旅行の際にリッチはとても大事だなと思いました。でこちら8月のもう頭の方の繁忙期なんですけれども、2人ツインで2万2000円かからないという、もうとってもリーズナブルなホテルでした。なのでアメニティとか、まあ、一つ一つのものは高級感はもちろんないんですけれども、もう十分なホテルでした。でこうやっぱりね、運河側にしてよかったなと思いました。でこちらが、まあ、ホテルフロントとエントランスがこう同じところにあって、車寄せがこんな感じですね。中庭もありました。まあ、もともと写真撮ろうよみたいなことを言ってましたら、ホテルの方がすぐ来てくださって写真の撮影もしてくださいました。で次の翌朝ですね、朝食です。まあ、こんな感じでもうメニューがとても多かったですね。でやっぱりね、北海道ならではの食材を使ったものが多かったので、ちょっと嬉しかったですね。でまあ当たり前なんですけども、ラグジュアリーホテルの、まあ、こういう高級感とかは全くないんですけれども、まあもちろん私、まあ普通の庶民で主婦ですので、もう本当に美味しくいただきました。でこちらのホテルは朝からこういう形で海鮮丼をこう作ることもできる、ホタテ、サーモン、甘エビ、イカ、もう十分でしたね。洋食の方もしっかりご用意がありました。スープ系もこんな感じでね、十分な種類があったと思います。で私はちょっとママ友から一口いただいたんですけれども、北海道といえばスープカレーですね。もうこちらのスープカレーも有名店と同じぐらい、もうこちら本当にホテルクオリティで美味しかったです。ドリンク、持ち帰り用のカップとリットもあったんですけども、もうお腹いっぱいで舞い上がっちゃって、もうすっかりこちらのことを忘れてました。でまた私は飲んでないんですけども、ママ友がこちらの北海道のね、牛乳を飲んですごく美味しいって言ってましたね。であと、まあ、フルーツもありまして、このミルクプリンがすごく美味しかったです。でこういう風にワッフルとかパンですね、こちらの方もしっかりありました。トースターもあったみたいですね。こちらがママ友がこう選んできたもので、私はこんな感じでした。でママ友はしっかりね、あの海鮮丼を綺麗にね盛り付けてましたね。こちらがママ友のです。こちら私の方なんですけども、食後にコーヒーと、あとちょっとお刺身ですね、海鮮丼をお刺身としていただいたので、ちょっとほうじ茶が飲みたくなりました。あとこのブルーベリーがあったのが嬉しかったですね。とても美味しくいただきました。あとこちらホテルのサービスなんですけども、インスタグラムであのホテルノルド位置付け情報で投稿しましたら、ここから何か一つプレゼントっていうことで、私はインスタであげて絵はがきをいただきました。
こちらお土産ですね。天狗山の方で作家さんの可愛らしいファイルがあったので購入しました。北一ガラスではアウトレット店の方で私はお醤油差しを買いました。もう醤油差し20年ぐらい使ってるのでもうこれは記念に買い替えました。であとこちら一輪差しですね。すごく気に入ってます。でこの焼きとうきびのおかきもうすごい美味しいですよね。こちら空港の方でしっかり購入しました。あとロイズの、まあ、定番のクッキーですね。ロイズも今こんなちょこっとギフトっていうのがあるんですね。知らなくてこちらも空港の方でパッパッパって購入しました。あとルーブルフローマージュをもう家族からもう絶対買ってきてって頼まれてましたので2つ購入をしました。1日半であっという間いなくなってしまいました。今日も最後までありがとうございました。